始まりましたかね、とことんアルビー特別 YouTube 版ということで、今日は第1回目ということで元アルビレックス新潟の梅山治さんをゲストにお招きして配信をお送りしていきます。梅山さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやとうとうとことんアルビーがこの YouTube に進出ですよ、はい、今までもなんか話にあったんですよね。そうなんですよ。あの歴代のテニさんの実況されてるアナウンサーの方と、はい、試合後中継後にスカパーとかダゾーンとか中継後にこのシーンどこだったねっていうのをホワイトボードでよく振り返ってて、はい、これ YouTube でやったら面白いのにっていうのが、はい、どのぐらいですか。 3年か4年か、うん、もうあったわけですか。前からこの構想があって、はい、初めてこう今実現してるという。いや嬉しいですね。確かにあの、ま、去年とかも梅山さんと、ま、Jリー公式映像の方で、はい、ま、実況と解説っていう、ま、コンビで組ませてもらった後とか、はい、ま、試合後にやっぱ梅山さんが中継に載せられないあのシーンとかを喋ってくださるじゃないですか。載せられないというかあの着の都合でですよ。そんなひどいことは言ってないんですけども、お願いします。いや言ってないですっていうのをぜひこう皆さんにも知っていただきたいのと、はい、まあ、それと同時に、まあ、私もあのアルビレックス新潟をこう今までこう取材してきて、はい、なかなかこうとことんアルビの番組の中では伝えられなかったことをこの配信を通してお伝えしたいなと思って今回配信する流れになりました。まあ、徐々にですねこの配信にも人が集まってくるって感じ、なかなかこうテレビではないですもんね。そうですね、まあ、限られた時間で、はい、あのパンってコメントしていくってなかなか大変ですけど、なんかあの今日はダラダラ話してみて。いやそうですよ、ダラダラだって我々の前にコーヒーとお水も置いてありますから、はい、本当なんか家でサッカーを語るかのように、はい、まあ、皆さんのコメントも拾いながら、はい、サッカーを見ていきたいと思います、はい、そして皆さん あのコメント欄も今日は開放しておりますので、ぜひ何か質問などあればコメントをお願いいたします。じゃあ早速もう今10節戦い終えたアルビレックス新潟振り返っていきますか。はい、はい、じゃあまずはあのここまでの10試合の結果というのをちょっとじゃあ出していただいてもよろしいですか。手応え、さあ、まあ、手応えもそうですけれども、まあ、まずは昨年圧倒的な強さで新潟が J2 リーグを制しましたけれども、うん、はい、どうですか。はい、僕これ本当率直に、もういい意味ですごく衝撃的で、おっていうのは、はい、J2 から J1 に上がった時って大体その横浜 FC とかも今苦しんでると思うんですけど、うん、大体勝てない時期があったり、はい、あの J2 でやってきたことが通用しなくなって違うことにこう違うことにどんどん手を出し始める、うん、出し始めるっていうか、これはどうだろうこれはどうだろうこうしようってだんだん変わっていっちゃうんですけど、はい、この新潟のこのバンってしたこの同じことをこうして、はい、いい入りをしてますよね開幕から。これすごいこと、あの全然なんて言うんでしょう、今13位でしたっけ、はい、とかってなってて、あのこれが実力だみたいな声もあるみたいですけど、うん、全然実力がどうかはさておき、このサッカーを J1 で堂々とこうやってるってこれ本当にすごいこと、本当にすごいことだなと思います。であのここであの得点者とあの、まあ、ここまで10節の得点者とあの対戦成績っていうのも同時に見ていきたいんですけれども、はい、まずあの私がこう今年見てて思ったのが、うん、まあ、その今おっしゃってたスタイルをしっかり出せているのに加えて、うんうん、新加入選手この太田選手がまずなぜここまでいきなりフィットできたのかなと思って、そこまず伺いたいんですけれども、あこれはイージーじゃないですか、うん、新潟のスタイルがあって、はい、そこにハマる選手を取ってきたからです。ただいい選手を取ってきて、あとどうしようかなチームでっていう補強じゃないっていうことです。必要なところに必要な人を取ったから、うん、そりゃピタッとハマりますよねっていう、あのだからお互いにストレスがない、調整する必要があまりないというか、はい、太田選手は太田選手でいればいいし、新潟は新潟でいればいい、うん、からフィットするのも早いし、うん、こうして結果も出しているというのは、はい、そういうなんていうんでしょう、チームマネジメントの妙、うん、でもこれ太田選手あの先月のとことんアルビデラックスで取材したときに、はい、まだ俺の良さは全然出せてないって喋ってたんですよ、うん、でそれ なぜですかって言ったら、うん、こうやっぱ自分はもっと裏抜けをしたいと、うん、でも、うん、やっぱりこう後ろ向きでボールをもらうシーンもチームの構造としてはあるし、うんうん、だからまだちょっと私的にはもっと伸びしろがあるんじゃないかなって思う選手の一人なんですけど、あそれは本当にあのサッカー選手だなと思いました、はい、サッカー選手って
十分満足してますっていうのはあんまないんですよ、うんうんうん、もっとできる、自分もっとできるって全員が思ってるし、はい、そういう意味ではあの多分太田選手が J2 からいたらあのなんなら得点を狙えるぐらいの、その背後があったと思いますっていうのはあの J1 でそのなんて言うんでしょう、ビルドアップを助けるために少し降りてくる必要があったりする分、はい、うん、そのことを言ってるのかもしれないなと思いましたね。中盤で圧倒的にボールを持って相手を引きつけたら背後に抜ける時間が、走り出す時間ができると思うんですけど、はい、今少しそのなんて言うんでしょうね、あの例えば福岡とか鹿島みたいに、うん、対戦した時みたいに、はい、自陣にブロックを構えるチームが J1 だとがっちり守れるチームが出てくるので、うん、背後にそもそもスペースがないっていうのもあるかもしれないですね。で背後にスペース作るには、はい、しっかりボールを保持してどんどん前に相手を前に起こさせる、うん、っていうことも作業としてその前段階、背後にこう抜けるためにはここにスペース作らなきゃいけないから、はい、抜けるスペース作るためにはここでしっかりボールを、あ、これはちょっとボールを、はい、持ってこう誘い出す、うん、だいぶ息のいいいろんなことが、はい、っていう必要があるんですけど、はい、あの本当に手堅いサッカーをしてくるチームとかは、うん、本当にこうしっかり構えるので前から行かないっていうポジティブに前から行かないっていう元気いっぱいなことがあるので、はい、この少しこの背後に走っていくっていうスペースがない、うん、そういう事情もあるのかなと思いますね、うん、個人 の能力の問題じゃなくて自分も新潟のチームもあって、はい、まあ、相手がこう引いてくるとなかなか裏のスペースが物理的にできないですもんね。そうですね。だからそのために保持率を上げる目的はそこにもあって、保持率を上げれば上げて出てこさせて背後を取ると、そのビルドアップとかってそのためにやってるので、はい、だからこう昔はこう回してると前行けとかっていうありましたね。あれはなんでかっていうと、ここで動かしてるとこうやってどんどん来てくれる、うん、整理されてないチームとか特にこうもう出てきてくれるので背後ができてくる、ここで持つことにはそれはそれで意味が、はあ、なるほどある、はい、あるんですよね。へえ、はい、まあでもそれを、まあ、もちろん相手も新潟対策しなきゃいけないので、うん、もし前からこう闇雲に来るわけではなくて、はいはい、こう引きながら守ってるから、うん、なかなかこう J2 の戦いがそのままそっくりできるってわけじゃないっていうことなんですよね。まあそうですね、うん、で、あの宮本さんにまた聞きたいのがですね、はい、これ今コメントにもありますけれども、はい、あの今年の宮本さん的に松橋アルビの特徴といいますか、うん、このパスサッカーについてなんかどう見てますかっていうコメントあるんですけど、はい、多分僕がこう想像するに、はい、松橋監督がパスサッカーとかって言われたりポゼッションって言われるのすごい嫌がるんじゃないかなと思っています。あのサッカーのいつも松橋さんが言うのは、はい、ゴールを奪うこと、ゴールを守ることで、ゴールが入らなければ攻め続ける、その回数を増やすみたいなことで、ね、うん、いうその手段としてボールを丁寧に大事にしていく、ボールを捨てないという、うん、あの長いボールで土地を挽回するとかっていうことを極力しないというか、点を取るための手段としてのボール保持だというのが整理されている、はい、でそれが何て言うんでしょう、特徴っていうのかな、特徴というかサッカーの大原則だと思いますけど、うん、それをあの力強くこうですって言い切れる、はい、そのなんて言うんでしょうね、リーダーシップがあってチームがまとまってるんだろうなっていうのは思いますね。確かにこう、まあ、ゴールを奪うって最終目的のために、うん、まあ、ボール保持率が、まあ、上がってると、はい、でこれ梅山さんちょっとこの配信前にあのちょっと喋ってた時に、はい、やっぱこうボール保持してた方が選手も監督も楽しいって言ってたんですけど、うん、その真意といいますか、うん、ちょっと伺ってもいいですか。真意といいますか、こうボールを保持する方が、うん、梅山さんは好きって言ってましたよね、うん、そのスタイルがね、スタイルが、うん、サッカーだから、はい、ボールパスもらった方が楽しいでしょ、うん、楽しいですよね、それボールたくさん蹴れた方が、うん、はい、あのよくこれあの大人になったり J リーグになったりすると忘れがちだなってよく思うんですけど、うん、はい、やっぱサッカーってボール触った方が絶対楽しいじゃないですか、うん、だから守備で楽しいっていうのはもちろんあるけど、はい、ボール奪って楽しいはあるけど、基本的にはサッカーってサッカーボールを使って仲間とこうつながっていくっていうのが面白くて始めたはずなので、はい、だし多分本質的にはそれが面白い。ただ勝ち負けを気にしだすと、もしかしたら持ってない方が勝つ確率が上がるとかってなってく
来ることももちろんあると思うけど、はい、やっぱりサッカー本質的にはボールをたくさん触って扱った方が面白いですよね、うんうん、確かにこれがまた難しいのが、まあ、今今年開幕から10節終わった時点ですけれども、はい、こうあのいわゆるこうボール支配率が半分を切る、うん、40% 台のチームが上にいたりとか、うん、新潟逆に今保持率でいうとリーグ4番目ですけれども、うんまあ、順位は13位って、うん、またこういう現実もあるんですよね。やっぱ勝ちのためにはそうです。だからあのスタイルがいいか悪いかっていうのはないんですよね、はいうん、だからその勝つための手段がみんな違ってて、はい、そのどっちがボールを持っている時間が長いかっていうためだけにその数字が出てくると、うんうん、数字が勝つわけ戦うわけじゃないっていうんですかね。なるほど。なんて言ったらいいのかな、うん、そういうことです。あでも逆に言ったら今こう、まあ、スタートして、うん、あのハードバいわゆるこうカウンターサッカーというか、うん、ボールポゼッションしないチームは、うん、勢いで勝ててる、うん、ただボールを動かせるサッカーだと、うんこう相手の体力を消耗する武器にもなるんじゃないかなって、うんうんうんまあ、本当素人目と言いますか、まあ、一人のサッカーファンとして思ってるんですけど、うんうん、おっしゃる通りだと思います。そうやってボールを走らせて追いかけてくる相手を走らせて、うん、後半勝負だとかって多分これかつてはそうだったんです。はい、今5人交代できるんですよね。5人って言ったら1のフィールドプレイヤーの半分変えられるんですよね。はい、だから本当より戦術的になるしよりその、うんベンチワークっていうか、うん、マネジメントが重要になってくる。より戦略的になってきますよね。それこそあの今あの交代の話ですとあの松橋監督がまあ直近の試合でこう、はい、3人一気に選手を変えるじゃないですか。5人変えられるっていうルールの中でも、うんうんまあ、3回変えられるんですもんね、うんうん、だからそれで3回とハーフタイムかな。あそうですね、うんなのでまあ1、1、3という使い方もしたりしますけど、うんうんうん、一気にこうフィールドプレイヤー3人変えると結構監督として勇気いることじゃないですか。と言いますと、いや、と言いますと、と言いますと、いや、だってその今あのだからフィールドプレイヤー10分の3を、うんうんまあ、の後半残り2、まあ、20分ぐらいのタイミングで、うんまあ、投入して、うん、もちろん全員が同じ絵を描けてたりとか、うんうん、背高い選手を入れてボールを集めるっていう意図があればいいんですけど、3人で結構多いなって感じちゃうんですけれども、うん、そんなこともないですか。やっぱりそのガラッと場面チェンジするには、うん、3人はありですよね。あでそこであのそれこそ監督の目線で言うと、はい、3人を変えた時にその組み合わせ、うんその例えばあの、はい、何でしょう新井選手が右サイドから左サイドに移るとか、はい、それによってこうなってこうなってこうなってって1人だったら、うん1人と誰かだかであれですけど3人っていうのはよくチームを全体を把握してるっていうそのなんて言うんでしょううーんとこと、うん、なんて言ったらいいのかな。3人変えるってことはそれ以外のところの近くの人が何人か変わるから、はい、ガラッと場面チェンジできるし、うん、ちゃんとチームをマネジメントしなければなるほど混乱もあるかもしれない、はい、ちゃんと準備しなければね、はいでもラッキーパンチが当たるかもしれない何か起これっていう交代もあるかもしれないけど多分それは今のところないですね。でも3人変えるっていうのは流れを変えるのにはすごく有効、うんうん、すごく有効だと思います。あ今その3人変えるって話の中で、うんまあ、今年 の, あの新加入選手であの、まあ、ブラジル人選手が久しぶりに新潟に来たじゃないですか、はいうん、あのまず2人の活躍については、うん、宮本さん的にはフィット具合とか馴染みっていうのはどういうふうに見てますか。馴染んでるかっていうと、うん、どうですか。そうです。逆にあなるほどなるほど、まあ、こういうこともありますもんね。うん、そうですね。これなかなかねあの、はい、実況では僕聞かれるばっかりで、はい、逆にどう思ってんだろうって思うこともある。確かにいや面白い面白い。私もいつも取材で聞く側だったので。はいまずダニーロ・ゴメス選手は左利きのアタッカーが珍しいなと、うん、で右サイドに入れてカットインもあるけど、はいはいまあ、なかなか、まあ、彼の持ち味だと思うんですけれどもまだこう炸裂してないけど、うん、なんだろう去年 のまず新潟には そのポジションで左利きの選手がいなかったので、うんうん、面白いなと思ってますけど、うんうんうん、まだ全然彼のなんですかね、可能性だったら面白いことができるんじゃないかなとは思っていたんですよ、うん、
同感です。同感、いやそんなそんなことは言わない。あのダニーロ・ゴメスについては、はい、あの時間の問題かなと思います、はい、あの左利きの選手が右にいるとどんどんこう内側にね、はい、こうやって入ってきて、うん、可能性が より広がるっていう狙いもあって、これが内側に入ると、うん、このサイドバックの選手のスペースもたっぷりできるで、いろんなことができますし、はい、もちろんその利き足がこっち側の選手も縦にどんどん行けたりするから、うん、それはそれでいいんですけど、オプションとしてはテクニックもあるし、はい、あのこれからあのそのフィットしていくのが楽しみな選手かなと思います、ね、うんうん、それこそ今このサイドバックの藤原選手とかが内側のレーン取れたりとか、うん、もっとさらに1個いけるってあったじゃないですか、はいはいはい、結構なんか現代ってサイドバック、うん、今まで、うん、まあ、10年前とか結構こうもスタミナがあって縦後ろ行けるっていうのがいわゆるこうサイドバックのスタイルだと思うんですけど、結構まあ日本だけじゃなくて内側行ったりとかポジションレスというんですか、まあいわゆる2次サイドバックみたいなサイドバックが増えてる気がしませんか。これなんて言うでしょう、流動的っていう表現ってありますよね、こうやってぐるぐる回ったりする、はい、それってあのちゃんとしたチームは流動的っていうのが適切かどうかってちょっと分かんないなと思って、はい、何もルールがないチームのこう流動的なのと、うん、原則に従って流動的なのと、これあのあーなるほど、ナーゲルスマンがちょっと言ってたんですけど、はい、原則に従うと、だから別にこの人が幅を取らなくてもいいと、誰かが幅を取ればいいんであって、うん、誰かが幅を取ったらその内側のスペースを埋める人がいればいいから、だからあの流動的なのにはちゃんと原則があると、で深さを取ればここにスペースができるから、うん、例えばもちろん伊藤選手が深さを取ってもここにいればいいと、はい、この人じゃなくてもいい、うん、だからこの人が内側に入ってスペースがあって内側に入ってくれば原則として幅を取りましょう、だから幅を取る人が出てくる、うん、っていうこと、だから深さをどう取るか、背後より深いところをどう取るか、うん、より幅をどう取るかっていう原則に従えば、うん、ここに幅を取ってる人がいるから、うん、この人同じように幅を取る必要がないと、だからここにスペースがあればここに入ってきた方がここのパスコースができて、はい、この中盤の選手はここにいたらここ通されちゃうし、はい、ここについていけばここ通されちゃうしって、この人迷うサイドバックになるんです、うん、でもこれを例えばチームとして約束してないと、はい、自分たちもあれ どこ行っちゃったなってなる、うん、からあの相当なその準備という流動性の裏には相当緻密な、はい、原則とか約束、約束っていうのかな、いわゆる本当原則が、うん、あの見えるかなと思いますね。なるほど、うん、へー、そうですね、いやでも目立ちますもんね、特に藤原選手がこの辺で入っていったりとか、うん、まあ、堀米選手もそうですけど、で多分こういう風になっててここにさらに入っていくっていうのは多分あまりないんじゃないかなと思いますね。これ誰かが幅を取ってるからここのパスコースを作るのにちょっと内側に入ってまたここにサポートを、はい、で内側に入ってれば幅を取るしっていうその原則があるので、うん、そういうのを見つけるのもあの見方の一つかなと思います。どういう原則に従って流動的で一見自由に見えるけど、はい、何かこう原則になってるものがある、新潟の場合はそれがそうじゃないかなという、うん、あ、原則に基づいて、うん、まあ、その上で流動性があるってことですかね、うん、だからなんか試合とか見に行ってもこうサイドバックの選手一人にフォーカスしてもなんかすごい面白いですもんね、うん、見方としてはサッカーの楽しみ方で、うん、だからこう一人ずつ見てったら多分う 首が捻挫するぐらいこう、まあ、すごい見てる、こうやっていつもあ、どこに、あそこにいる、こうやって、はい、あ、もうこの辺りの選手がですか。そうですね、あ、もう全員そうですけど、うんうん、でここのね、伊藤選手よくボールを受けるけど、はい、これなんで受けれるかっていうと、それこそこうセンターバックが持って、あの、ね、三笘選手のブライトンとかもそうですけど、はい、この2人のボランチがこう少し縦になって、うん、縦になった分ちょっと高いところを取ると、うん、ここに今スペースありますよね。するとここで受けれるからいつもフリーになる。最初からここにいると相手のボランチの選手にこう捕まっちゃうんですけど、はい、最初こういうところでフラッとしてて、ボランチがこう捕まえに来るのをちょっとこっちに来て覗かせといて、ここに空いたところに、うん、だからいつもこれあの高木選手もこれすごい上手、あでここでフリーで受けれるのは、はい、こういう全体がこういうふうに動いてるからで、一人の能力ではないっていうか、能力もちろん高いんですけど、うん、そういう受けられるようにみんなが協力してるっていう、ね、なるほど。これで J2 の時も
同じだったんですか。同じですね、ほぼ同じだったと思います。高木選手よくここでボールを引き出せて、はい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 、それはなんでかっていうと、そういうシステムっていうのは、ここで受けれるようにこう相手を引き出して、うん、センターバックとボランチの間にスペースを作ってたからでしょうね。でここにスペースをより作るためにもこの幅を取ってるっていうのは、うんうん、はい、いろんなものありがとうございます、はい、ちゃんとさすがです、ね、いやでもなるほど、やっぱこうやって解説していただくと一層分かりますね。ただこうなんかボールを保持して主導権を握るって一言に言いますけど、まあ、緻密な動きがあった上でこうやってフリーの選手が生まれてボールを新潟支配する時間が作れて、巻いて引き出せて裏が作れたりって、そうです。でだんだん前に出てくれば出てくるほど、はい、この選手が斜めにこう出ていく、うん、シーンが増える。なるほど。なんかそれこそ今ブライトンってお話ありましたけど、はい、今、まあ、プレミアリーグだとマンチェスターシティがもう、はい、まあ、2位ですけど圧倒的な強さあるじゃないですか、はい、彼らもパス回すの非常に上手で、うん、でハーランドっていう収められるフォワードがいるじゃないですか、はい、まあ、鈴木選手ももちろん上手くて、はいはいはい、でまた短期間で、すみません、すみません、わざと言ってない人から取ってきていただけて、まずでもっていうのも何ですか、ちょっと共通する部分はあるなと思ってますけど、このポゼッション、まあ、サッカーってあえてこうちょっと呼びますけれども、はい、そのサッカーの中でワントップの重要性ってどれぐらいあるんですか。どんな動きをすると相手は困るんですか。ワントップの重要性、はい、どうですか。まあ、今大島さんがセンターバックだったらどんな動きをされたら嫌ですか。まず相手がこう張ってくれてたらマーク目の前にいて分かりやすいと思うんですけど、やっぱこう彼が、はい、落ちる、まあ、いわゆるこう、ありがとうございます、ありがとうございます、落ちてきたりしたら誰がマークにつくかいいか分からなくなってしまうので嫌ですね。降りてきたら嫌だ。降りてきたら嫌だ。でこの辺が出てきたらもっと嫌だ。降りてきたら、どう違う、まあまあ、降りてきて、うん、そうですね、多分、うん、チームによって違うのと、そのワントップがどう動くか、ワントップかツートップかっていうか、うん、さっきの原則、だから原則が大事なんですよね、うん、どう動くかっていうのは、はい、原則的には深さを取ると、はい、近くよりも遠くだと。はいはいはい、よりゴールに近いところという意味では、これがどんどん引っ張ってくれると、ここにスペースができます。そうするとここに、でここは引っ張ってここが空いてるからと思ってちょっとケアされると、はい、こういう選手がここに入ってくる。将棋みたいな感じですよね。これも原則なので、例えばこれ選手が2番目から飛び出したら、ここにスペースができるので、ここに降りてくる。これで別に鈴木選手がトップじゃなくてもいいというふうにはなるのと、この選手が大事なのは、この選手というかこの最前線にいる選手が大事なのは、背後をいつもこう狙うこと、うん、そうすると少し気になって下がるので、ここの次の選手が生きると。背後を狙うっていうのは、スピードで裏を狙うための背後ですか、それともいわゆるこう今おっしゃった深さを取るための背後ですか。例えば鈴木選手がいわゆるこう裏で一発でこう抜けるっていうシーンは、まあなかなか見られるものではないなと思うんですけど、はい、それタイプによると思いますね、うん、例えば谷口選手とか背後抜けるの得意ですよ ね、 そうですね。だからここ背後に抜けてこの選手がフリーに埋まるし、はい、鈴木選手の場合はポストが上手だから、うん、ポストで受けに来てもらうと、うん、受けに来たら当然こうマークしに来ますよね。今どこにスペースができたでしょうか。ここですね。そうですね、はい、そしたらこういう選手がこう走ってきたり、うん、越えてきたり、深さを誰かが取ってると、うん、っていう仕組みだから、なんて言うんでしょう、誰がやってもっていうかタイプが少し、はい、タイプをうまく組み合わせていく。だから例えばここ2枚替えで引いてくる選手と飛び出す選手だったら、うん、逆に飛び出す選手とボールをキープする選手、これを2枚替えでこう変えても、ああ飛び出す選手と、これが例えばこれを使うのに、はい、クロスを得意な選手をここに入れたら3枚同時に変えたら、そのセットが、うん、3人入ってこういうプレーをしてくれっていうのをこう直接こう話してから送り出すことができたりするっていうメリットはね、あります。本当だ。すごいマニアックな。いやいいです。もうこのために YouTube 今日用意しておりますから。はい、じゃあちょっとじゃあ分かりやすい話といいますか、
一回個人の選手にじゃあまた戻ってフォーカスしますと、はい、まあ、今年は伊藤選手が止まらないですね、はい、ここまで6ゴールですけれども、はい、改めて伊藤選手の凄さってどんなところですか。見てる方も騙されるぐらいいつも逆を取りますよね、うん、あ、普通こっちに打つかなって大体想像つくものが逆に打つ、はい、東京戦のフリーキックもそうですよね、うん、あの角度だったら多分ファーに打つところを、はい、あ、ファーに、あ、ニアに狙ったり壁の後ろを狙ったりするのをファーとかコントロールもそうですね、ボールをこういうところで引き出しても、はい、引き出してこっちを向いてこう行ってこう寄せてきたのをキュッてこっちに、相手の逆を取るよりそのサッカー小僧っていうんですか、ね、はい、相手をこう逆を取って楽しむっていう。あ、梅山さん、なんかマイクがですね、はい、あ、ちょっと聞き取りづらいとコメントであるんですけど、はい、ちょっとすいません、スタッフが入ります。こっち向いて喋るからです。あ、そういうことですね、こっちにつければこっちにつけたらいいですかね。すいません、なんかすごいざわついてた。これも生配信ならではで、あ、多分これで改善されましたからね、はい、なるほど、はい、じゃ伊藤先生、逆をつくのがうまいと。そうですね、あのサッカーの遊び心のいっぱいな、うん、純粋な、はい、サッカーの純粋なところを表現しているなと思います。で、試合後とかも一番やっぱ悔しそうですもんね、まあ、どの選手ももちろん、うんうん、本当90分、うん、それプラスアルファで一生懸命走ってると思いますけれども、うん、多分本当に、うん、指導者との出会いとかって本当大事で、うん、多分ですけど、そのなんて言うんでしょう、コンフォートゾーン、コンフォートゾーンって安心できる場所、はい、ミスってもいいよって言われるのと、お前ミスったら使わないからなって言われるのと、どっちがこう伸び伸びできますか、うん、ミスってもチャレンジしてくれっていう風に言われた方が、うんうん、伸び伸びできますね、うん、でも絶対勝たなきゃいけない試合で、はい、それをこう背中を押せるかっていう、大島監督難しい。いや、そこはやっぱ勇気いりますよね、監督としても。勇気いるんですよね、3枚替えも勇気がいるんですよ、うん、そうなんですよ、勇気がいる。で、このスタイルを貫くのも勇気がいるんですよね、はい、だって自陣でボール持ってたら失って失点のリスクが高いわけで、うん、できれば早くこっちに行きたいわけですよ、うん、でも取れるリスクはあるけど、ちゃんとやりましょうっていうのって本当に勇気がいる、うん、勇気とちゃんとそのためのトレーニングをしてるっていう、ね、準備と、それがあって、多分その伊藤選手は、はい、やりたいことをどんどんやろうっていう風に、あ、ミスったら評価下がっちゃって嫌だな、うんうんうん、だから安牌に、技術はあるしアイデアもあるけど、うん、安牌にやろうとして逆にこう良さが出なかったりしたのが、どうぞどうぞ伸び伸びどうぞっていうのが、高木選手も多分そういうところが似たところがあるかなと思うんですけど、そういう出会いっていうんですかね、指導者との出会い、そのマネジメントっていうんですかね、大きいのかなって想像ですけど、うん、まあ、でもそうですよね、やっぱ監督のやりたいことに選手は合わさざるを得ないといいますか、うん、やっぱ試合出るために、うんうんうん、でもそれをまあ許容してくれといいますか、うん、その人を信じて背中を押してくれるっていう監督と出会えたからなのかもしれないって感じなんですかね、うんうん、そうだと思いますね。だって急には上手くならないですよね、うんうん、上手くならないというか、そんなに急には変わらない、もともと持ってるものをどう発揮してもらうかというところかな、なるほど、そこを引き出せるべきことですね、はい、梅本さん、コーヒーとかどうですか、ちょっと口乾いてきてます、なんかおかしいですか、いや、またざわついてる、違うんです、ちょっと私がお水飲みたくて飲んでいいですか、どうぞどうぞ、すいません、失礼します、中継の時と同じように、なんか自由に中継なんですか、ああ、中継の時公式映像の方ですか、よくスルーしていただいて、さあさあさあ、じゃあ続いて10節戦いまして、こう梅山さんの中で、はい、なんかこの試合印象に残ってるなみたいなゲームありますか、まあ、新潟の良さが表現できた試合でもいいですし、そうですね、やっぱり近い試合は、ね、印象に残りますけど、はい、こうやってさっき試合がバーって過去の結果が出て、うん、こう振り返ると、はい、やっぱりそのセレッソ、サンフレッチェ、はい、この2試合はインパクト僕の中ではすごい強かったなと思いました。お、これなぜですか。セレッソ相手に、はい、セレッソも
あの広島もすごく組織された強いチームに、はい、J2 の時と同じように、うん、自陣からしっかりボールを動かして相手が取れなかったんですよね。あ、これはちょっと衝撃的でした。でその後もこうそのスタイルでそこである程度、うん、あれなんかいい意味で、うん、自信になったというか通用するよねっていう確認ができたんじゃないかなと思うんですよね。ここの最初の J2 から J1 に上がった最初の5試合、はい、まあうんまあ、この10試合すごく大事で、ここでできると思うか、はい、あれちょっとやっぱり難しいなと思うかでこの先の順位は全然変わってくるので。なるほど。堂々たる戦いぶり、そしてそうですね、開幕のこの3試合4試合は衝撃的な入りでしたね、はい、ただやっぱりそこから連敗がここまで今2回ありますけれども、うんまあ、新潟が苦手とするタイプじゃないですけれども、うん、ちょっとまあ、まあ我々もこう上から試合見てて、うんまあ、やっぱり鹿島戦とか、うんまあ、アビスパ福岡戦、うんまあ、福岡は結果勝ちましたけど、うん、ちょっとこうやりづらそうにしてたなとか、うん、なかなか相手陣内に侵入できてないなと思ったんですけど、うんまあ、その要因といいますか、どんな相手が新潟はちょっとまだこう苦手としてるんですかね。多分取りに来てくれる相手の方が得意ですね、はい。これでもこれを聞いたからって対戦、うん、対策をしてくるチームはないと思うんですけど、いやいや、はい、取りに来てくれた方が、はい、背後にスペースができるから、はい、で取りに来てもらっても外せるそのビルドアップは持ってるので、うん、その方が得意だと思います。待ち構えられると、はい、ちょっとそこに入っていくのが、まあ、課題といえば課題なのかな、うんという感じがします。結局その去年もそうですけど、新潟のポゼッション率が高いとは言っても、はい、どうやって得点を奪っているかっていうと、その大半は速攻なんですよね。なんで速攻ができるかっていうと、ビルドアップというかここの保持で相手を前に来させてるから背後にスペースがあってとか、うん、っていう得点が多かったと思うんですけど、はい、その構えられた時に、いやそうですよね、構えられた時、うん、でもまあもちろん J1 リーグに上がって相手の強度とか、うんうん、その選手の質も高いから、うん、なかなかそれがまた難しいんですもんね、うん、はい、すいません。いや、とんでもない。なるほど、やっぱ、はい、取りに来てくれた方が戦いやすい。あ、まあそうですね、そうなんですよ、来てくれた方が後ろにスペースができるから、はい、はまりやすいというか戦いやすいだろうなとは思います、うん、でまたちょっとそのまデータみたいな話にちょっとじゃあ移りたいんですけれども、うん、はい、これ出せますか。ちょっとマイクを仕切りに確認しておりますはい、はい、でちょっとこちらの J スタッツのデータをお借りしまして、はい、今ここまで10節を終えたアルビレックス新潟のデータを集めてみました。まず、はい、まあ、上からいきますけれども、うん、パス数やっぱ堂々の2位ですね、うんうん、川崎フロンターレに次ぐということですけど、どう見ますか。まあ、ここまあここまではまあ去年の積み重ねといいますか、うんうんうん、パスが多いことはいいことですか。まあ、時と場合によるんじゃないでしょうかね難しいですよね、はいはい、必ずしも行かなくていい場面であればパスは選択してもいいとは思いますけれども、うん、はい、やっぱ勇気を持って差し込むのも必要なのかなとは思いますけど、うん、そうですね。どうですか梅山さんは。さっき あの大島さんがおっしゃってた、はい、パスで相手を走らせて疲れさせる、うん、っていう意味ではこれだけボールが動けば、ボールが動いた分相手もね、はい、少し動くから、はい、そこにはつながっているのかもしれないなという感じですかね。この数字は良くもいいとか悪いとかっていうのはちょっと難しいものですね。そうですね。あ、パスの数が多いんだなっていうことは、パスをインターセプトする機会も多いなって思うこともできるし、される側ってことですか、対戦相手としたら。あ、で一定のこのビルドアップのパターンがあれば、はい、どこを狙うっていうのも
対策は立てやすいという、うん、あの対戦相手としたらそういうメリットもあるし、はい、サッカーでいうのサッカーでこれよく言うんですけど、こういうストロングパスをいっぱい動かして相手を走らせるっていうストロングと、うん、それを引っ掛けて出ていくっていうその引っ掛けられてしまうというリスクと、はい、ストロングポイントとリスクウィークポイントって同じところにあるんですよね。あ、まあ、表裏一体じゃないですけど、そうです。だからストロングは相手のストロングはこれなんだって思うと同時にそこにあのウィークがあるなっていうのがサッカーの、うん、なんていうんでしょう、分析の視点っていうんですかね。なるほど。じゃあ、まあパスを回せる、うん、まあ、裏インターセプトとか、うん、まあ、ビルドアップのその形を、うん、抑えられてしまうとちょっと、うん、って感じなんですもんね。そうですね、うん、でその時に出てくるのがやっぱり原則って言って、はい、その人じゃなくてもいいっていう、例えばこうちょっとじゃあ戻りますか、このパネルに、はい、ことになりますね、うん、じゃそれこそそのじゃ新潟の今こうビルドアップの中で、うんうん、まあ、どのポジションももちろん重要だと思いますけれども、はい、その中で言うとこう重要度がやっぱ高いポジションとか選手っていうとビルドアップの重要な場所、ビルドアップというか今のこう新潟のサッカーをする上で、うん、はい、この選手は欠かせないみたいな選手っていますか？欠かせない選手っていうのはあのいい意味で、はい、それがないのが新潟の強みかなと思います。はい、それもあって人をこう変えることができる、はい、でその時いい感じの人なのか、どういう基準でか、それは監督の頭の中まではちょっとあれですけど、うん、例えばこの前も星選手が活躍しているように、はい、あのメンバーに入ったり入らなかったりしてても、そうですよ、ね、出たらちゃんとやるじゃないですか。これ本当にいい選手です、はあ、うん、あとはそうですね、うん、ボールを配るのは上手ですよね、うん、テンポをコントロールするのは上手ですね、うん、この2人は。でもう一個すごい大事なのはやっぱりキーパーの足元の技術、はい、最悪ここからプレッシャーかけられて逃げ場がないときにキーパーを使えるっていうのは、はい、あの、うん、すごく大事で、うん、こうやってボールを動かしてると相手が前に前にこうやって来た時に、はい、この選手に足元っていうのかな、足でボールを扱う能力が高ければ一発でここに飛ばすこともできるので、うん、あえてどこが大事って言われたら、あのボールビルドアップの大事なのはキーパーのキック、はい、止める蹴るのかな、あえて言えばですよ、うん、みんな大事ですけどかなと思いますね。一発で裏返すことができる、うん、まあ、今のアルビがこういうまあサッカーのスタイルになって、はい、多分おそらく初めてこうゴールキーパーって攻撃に関わるのって多分思った人多いと思うんですよね。この外に出て、あ、そうですね、ここ相手食いつかせて一人フリー作って、じゃあまたここフリーになりましたって言って、そうですね、あのこれ本当注目ポイントはここにあるんですよね。この選手がいかに優秀か、このキーパーですね、はい、いかに優秀かっていうのはこのパスを見たら分かるっていう、この例えば、はい、新潟でいうとこういうふうに4バックがこう並んで、このボランチがここにずっといるってことはなくて、うん、間に必ずこう入ってくるんですけど、うん、でこう空いたところにこう入ってきて、まあ、つまりだから442か433か4231かっていうのはあまり意味がないっていうのはこういうことなんですけど、うん、この時にキーパーだいたい真ん中つけるの怖いし、多分子どもの時にあの中入れんな、外外って多分あの、うん、少年サッカー今でもあるかもしれないですけど、外中入れんなっていう声は今どうか分からないですけど昔すごいあって、はい、必ず外にこう危ないからですけど、今のサッカーっていうのかな、なんて言うんでしょう、いい選手っていうのかな、うん、はここにちゃんとつけれるんですよね。ここにつけるともうこの2人一気に置き去りですよね、はい、こうなってて外にってこういったらここ間に合っちゃったりするんですけど、はい、キーパーがここからここにつけるってなかなか勇気が、ここをミスったらもうすぐ失点、はい、だからこの人たちも分かってて、こうやって幅を取って相手を少しこう広げといてここに刺すと、でここを怖がってここを閉じれば今度ここが開くの でここが開けばここがつながってくるので、こういうふうにビルドアップってこういうふうにあのパズルのようにちゃんと計算されてて、新潟のこういうのを知ってて見るとまた全然面白いと思います。こういうふうに、あ、はい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 っていう、でこれがこう、うん、例えば言ったら原則に従ってここに空いてるからここに入ってきてこうなったりっていうのが流動的の正体というんですかね。流動的だけど人は変わるけど、なんていうんでしょう、原則は変わってないと、はい、でも、うん、はい、でもなんかそれもこうなんていうんですかね、まあ、このボード上だったら私これ理解できるんですけど、はい、一方でこういわゆるこうマンツーマンディフェンスでついてくる、うん、まあ、札幌とか、うん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 、
この例えばじゃあ、まあ、星選手のところにもぴったりいて、うん、前向けない戻します、うん、向こうと思う横パスになりますみたいなこともあるじゃないですか、はいはい、その壁はどうすればいいんですかね、うん、そういうやっぱ相手来た時はマンツーマンに対してこういうサッカーはどうしましょう大島監督、まあまあ、これは松橋監督の言葉を引用すると、うん、プレッシャーはもう技術で跳ね返せと、うん、もう本当やっぱその個人の、まあ、最後じゃないですけどやっぱもうそこはもう個人がなんとかこうターンなのか駆使して剥がして突破するしかないのかなとは、うん、じゃあそれができなかったらもういやそれができなかった時のやっぱ3人目とかボール持ってない人の動きですかね、おっしゃる通りだと思います。例えばこうやって前に来たら、はい、どこに今スペースがあるかって言ったらここにスペースがあるわけで、うん、例えば落として、はい、ここにもまあプレッシャーが来ますよねこうやってね、うん、でもうキーパーはいつも基本フリーですよね、うん、前のツーマンで来たところで、はい、だからなんて言うんでしょうつけてる間にこの人を置き去りにしてちょっとサポートに行く、うん、でまたここでもらってなるほどマンツーマンだけどつけてる間にスッとここ入れ替わって先に動いてこうやって剥がしていくみたいな、確かいわゆる本当おっしゃる通り3人目とか、うん、背後に裏返すとか、うん、マンツーマンになればなるほどここのキーパーの重要性はより増してくるかもしれない、うん、最近私もすごいなんか自分もプレイヤーとしてサッカーやる機会がすごく多くなって、はい、いやオフザボールの動きってめちゃくちゃ大事だなと思いますし、うん、いやそうですね、なんていうんですかね、やっぱアルビ見て学ぶことってすごい多いなって思います、うん、もうシンプルにサッカーを見ても面白いですし、うん、なんかやっぱイメージしちゃいますよね、自分が立ったらどうしようかなっていう、ちょごめんなさい、ちょっと個人的な話ですけど、ちなみにこの中だったらどこの大島さんのポジションはどこですか、うん、僕ですか、ちょっと本当に生意気なんですけど結構まあ左サイドハーフとか、はい、結構トップ下とか、はい、この辺ですね。じゃあライバルですね。いやライバルは狙ってないですよいや今からどんだけ練習したとしても、うん、まあまあまあライバルってことにしておきますけどそうしたんですね、はい、そうですね、はい、いやいや冗談ですけれども、はい、そうです、僕はやっぱこの辺ですかね、やっぱ結局やっぱゴールに関わるのが一番楽しくて、うん、で僕はその学生の時は結構サイドバックやってたんですよ、うん、サイドハーフとか、はい、でもまあ正直今思うとゴール取ってやっぱ喜びを感じたいなと思って結構前目のポジション、逆にその反動じゃないですけど今やってますね、しかも逆サイドで、逆サイドで、右利きなんですけど僕、うーん、でもやっぱり右利きの選手が、はい、これ僕のサッカーなんで、はい、っていう、まあまあまあっていうのもやっぱ、うん、去年まで本間選手がいたじゃないですか、うん、はいはい、本間選手のドリブルのあの華麗な姿とか、うん、まあ、カットインからのシュートとか見てると、うん、やっぱこう真似したいじゃないですけど、うんうん、それって J リーグのあるべき姿ですね、うん、そういうのを見て、はい、そうなりたいとかそうしたいとかっていう、うん、いいエピソードでしたね、はい、ありがとうございます思わぬ産物が今ここに誕生しました何の話してたか忘れちゃいましたよ、はい、かまあ松橋アルビで重要とされるポジション、まあ、強いて言うならまあこのゴールキーパーの能力とか、そうですね、全員大事、本当にこうどこが大事っていうのは難しい、うん、全部大事ですし、はい、こう試合に出てないメンバー その入ってすぐ同じようなことをやったりっていうのも大事ですね、うん、確かに、いや試合に 出てないメンバーってもそれこそゴールキーパー、うん、あとはあの瀬口選手とか、はいはい、あの西村選手とかいますけれども、はい、やっぱりこう僕らが正浪に練習に行くと、うん、一番最初にゴールキーパーがアップに出てくるんですよ、はいはい、その時必ず選手たちは、うん、僕らに挨拶してくれますし、うん、あと渡辺コーチがいらっしゃってそのコーチとかも必ず会釈してくれるので、うん、勝手にこうゴールキーパーの人たちって、うん、まあ、もちろん試合にやっぱ1人しか出られないじゃないですか、うん、90分と、うん、中では、うん、っていうなんかこう、まあ、取材を通してもこうみんなのこう、うん、なんですかね、うん、仲の良さというか、うん、いいチームだなっていうのを感じました、うん、はい、まあ、そして、まあ、次節がですね、梅山さん、はい、まあ、連敗脱出のかかる横浜 FC 戦ですね、まあ、去年もやり合いましたね新潟と、どうですか、ちょっと今連敗続いてますけど、うん、この中でも見えてるこうポジティブな部分ってどこですか、やり方変えないっていうのは悪い意味じゃなくて、うん、こだわってるっていうことじゃなくて、はい、自分たちのスタイルを大事にしてるっていうことはポジティブかなと思います、うん、
そのやり方っていうのが、うん、あのボールを大事にしながら、はいはい、だってあの福岡の時に大逆転しましたけど、大逆転しました。多分普通のチームだったら時間がないから早くこっちにドカーンドカーンって言ってまず陣地を取りに行きますけど、うん、いやここからえもう時間ないで知ってるって思うぐらい繋いでいってましたよね、はい、うん、あれがそのなんて言うんでしょう、このチームの哲学というのかな、大事にしてる感じなのかもしれないですよね、うん、だからいやそうだそうです、そうです、うん、いや本当に僕らもある意味こう感覚麻痺してましたけど、うん、時間なくてアディショナルタイム入っても、うん、ここが、まあ、後ろから組み立てるじゃないですか、うんうん、まあ、それがいわゆるブレないスタイルなんですよね、まあ、それがいいのか悪いのかはあれですけど、うん、はい、福岡の時、福岡戦の時はそれでね、うん、あのアディショナルタイムに2点取りましたからね、はい、まあ、それこそあの前節あの FC 東京戦、私もあの味の素スタジアムに取材に行って、これ堀米選手がすごいいいことをおっしゃってて、あの水戸選手去年かなりこう最終節でも決める大活躍があって、じゃあ J1 でどうなんだっていうことでしたけど、まだ点は取れてないじゃないですか。でそれを堀米選手が、まあその水戸ちゃんが点取れるまではまあ俺らがサポートして成功体験を作ってあげて、もっと背中を押してあげようっていうふうに言ってて、あいいチームだなっていうふうに感じましたね、うんうん、っていう、まあ取材エピソードなんですけれども、はい、だって堀米選手、海馬さんあの公式映像ご覧になりましたが、映ってたか分からないですけど、はい、堀米選手がこう涙してたんです、その試合の後に、試合の後に、はい、それがちょっとやっぱグッときましたね。やっぱ34分の1だったんですけど、うん、やっぱなんかうん、やっぱアルベル監督も目の前もいただろうし、うん、やっぱまあ連敗っていう悔しさもあったと思いますけど、うんうん、あでも、本当にその、うん、涙がこぼれるかどうかはさておき、はい、さておきというか、感動的なシーンですけど、多分全員がその思いです。対戦相手もそうだし、うんうん、もちろん新潟の選手もそうだし、うん、それぐらい本当に人生をかけてその一瞬一瞬を戦ってる、はいですよね。それが分かりやすい表現で、そういう風なの分かりやすいですけど、うんうん、本当にそのなんならこの1試合でなんて言うんでしょう、大げさ、本当大げさですけど、いやいや何か起こってもいいよ、骨が折れてもいいぐらいの気持ちで戦ってるんですよ。見え方はいろいろあると思います。やる気あるのかなって思うような見え方もあるかもしれないけど、はい、その選手の内側とか頭の中はもう本当に命がけで、その1試合、うん、そのワンプレーにかけてる、その一端が堀米選手のその涙だったのかな。全員が本当にそういう思いです。そういう思いでやってるから、例えば点をまだ、ね、水戸選手取れてなくても、うん、大丈夫だ、我々が後押しするから、うん、心配するなとっていう、本当にこうもう人生、人生です、人生です 笑って言ったらあれですけど、いや、そうですね、本当そうです。人生がこの一瞬に、それがたまたま90分あると、うん、だからなるほど。90分って何秒ですかね、その秒分5400、本当ですか。どうぞ、 60×90 は秒あると。で、うん、その5400秒の、うん、を過ごすためにそれまでの練習、その1週間なり1年なりがあって、だからすごく重たい一瞬一瞬我々は拝見してると。そうですね、思うと 目が離せないですね、まさに。いやそうですね、はい、まあ、プロアスリートの方はこうある意味こう今上山さんもおっしゃってましたけど、生き様を我々の前で見せてくれてるわけですもんね。その一瞬でまあ次の試合とかいろいろ使われ方とかあるとは思うんですけど、まあそれに対して僕らお金払ってみるということで、まあプロってすごいなっていうのは、アナウンサーの皆さんと同じですよね。おちょっといいです、と言いますと、はい、と言いますと、いやいや、そうですね、まあ、我々も逆に、いやいやいや、え、逆にと言いますと、いやいや、と言います、いや、そうですね、我々も一つの言葉選びで、はい、まあ、いろんな人をね、喜ばせることもできますし、はい、まあ、悲しませることもできますから、はい、何の話してるんですか。悲しませることもできる、悲しませることはないですけど、基本的には、基本的にはないですけれども、はいはい、そうですね、まあ、共通する部分がもしかしたらあるのかもしれません、はい、あ、ちょっとこれコメントいいですか、拾って、はい、梅山さん的にズバリ J1 で通用してる選手、こう期待してる選手っていうのは
どうですか、新潟の選手今見て、まあ、さらにもっとできるんじゃないかなっていう選手。あ、もっとできる、はい、あ、全員がもっとできるって本当に思います。うまいこととかいいことを言おうと思ってるわけじゃなくて、うん、本当に全員ができます、できると思います。はい、え、あ、いやいや、なんか個人的にですよ、はい、個人的に本当これもう私の個人的に島吹選手の可能性をすごい感じるんですよ、うん、これ、まあ、去年あの岩手って戦でしたっけ、うん、あの独走して最後伊藤選手のループシュートをアシストした、うん、はいはい、あのところの体の強さとか、うん、あとドリブルのタッチとかも結構細かくて、うんうん、すごいいいなと思いますけど、ちょっと個人的に島吹選手って梅山さんからどんな風に見てるかなと思って。あ、おっしゃる通りだと思います。大学サッカー界のスターですよね。この年代ではあのもうスター選手の一人、うん、で、あとはあとはっていうのかな、その能力をコンスタントに発揮していくとか、はい、あのどう使われていくかとか、うん、っていうそのテーブルに乗ってくる、うん、いつでも僕レディーですよっていうふうにこうテーブルに乗ってくる。なるほど、なるほど。と、あのだからそのさっきちょっと話が出た成功体験を積んでいく段階かなと、はい、例えばあの前のね、あの本間志音選手の話がちょっと出ましたけど、うん、彼もアルベルさんの時にラストの10分とか5分とかが出始めて、次の試合は15分、次の試合は20分とかってだんだん伸ばされてってるんですよね、はい、で、45分だったり60分でフルタイムって、うん、でその時の心身のコンディションと今使った方がいい、今何分ぐらいだっていう成功体験を積むためにあのコントロールされて、本間選手はこうその、うん、押されないスターになったんですけど、そういうコントロールが入ってもあの入る支援の仕方もあるかなっていう、これはあの僕らがね口を出すことではないんですけど、そういう支援の仕方もある、だからそういう支援されるようにいつもいいコンディションでいてもらえたらなと思うのと、水戸選手多分あの何かきっかけを、何かっていうのは例えばゴールを決めるとか、あの何かあったらあのガラッと変わると思います。全く心配はいらない、いらない、心配いらないのと、こうやってあの監督がずっと使ってそうですよね、確かにっていうのも、はい、あの何かを感じるものがあります。感じるものがあるというか、うん、あの多分一人一人その成長ストーリーを多分堀米選手にはこうだな、星選手こうだなって、多分監督は一人一人にそのあのサクセスストーリーを持ってるんじゃないかなと思います。はい、なるほど、はい、確かにコメントで勝ってないチームとの試合って難しいですよねって来てますけど、確かに横浜FCはまだ勝ちないですけど、でもどうも関係ないですか、あの最初の勝ち、最初に相手を勝ちにするチームにはなりたくないなとは、うん、まあ、いわゆるこう爆弾抱えてるってよく表現されますけどとはあの思うでしょうね、うん、思うところはあると思いますけど、うん、まあ、その土台が違うかなっていう気はします。はい、もう目の前の相手が最強の敵だということを忘れずに、明日の試合もぜひ19時キックオフで戦っていただきたいんですけれども、あのそうそう、私もちょっとまだ聞けてなくて気になってたのが、 J1 になってこうカップ戦っていうのがまた始まったじゃないですか、まあいわゆるこうルヴァンカップが、そのカップ戦ってこうリーグ戦と並行してますけれども、なんていうんですかね、やることによって新潟に対してのメリットもあるじゃないですか、例えばいろんな選手を試せたりとか、カップ戦がリーグ戦に与える影響っていうのはどんな風にまた見てますか、去年との違いで言うと。試合数が多いっていうのはあの選手にとってはとってもいいことだと思っています。はい、疲労がとか怪我がとかってありますけど、そのプレー機会が、選手にとってプレー機会が多い、公式戦の機会が多いっていうのはいいことだと思いますし、うん、例えば、ね、ヨーロッパとかだったら毎週あります、ね、週2回ぐらいであって、はい、それが1年間、ほぼほぼ1年間ずっと続くので、あのすごくいいことだと思います。公式戦でしかなかなかその、なんて言うんでしょう、見れない部分とか発揮されない部分とかあると思うので、はい、あのそういうカップ戦はとってもいいことだと思います。逆になんか、うん、カップ戦のデメリットじゃないですけど、デメリット、うん、何ですか。そうですね、あのルヴァンカップだと、はい、多分あのルヴァンのお菓子がベンチにたくさんあったりする、はい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 、それがリスクかなっていう、やっぱ食べちゃう感じですもんね、うん、そうですね、まあ、あの選手はまあそんなにその試合の、ね、前後で食べないと思いますけど、はいはい、スタッフが食べるでしょうね、スタッフ
それぐらい、はい、それぐらいですかね。そうですよね、うん、でも私もびっくりしたのがこの前ルヴァンカップ鹿島戦ですかね、はい、ビッグサンで行われて取材しに行ったら、うん、記者席にもお菓子置いてあるんです、うん、ああそうですね、食べちゃいましたもんこれがリスクですそうですそうですいやいや、ちょっとね増えましたもん、ね、そうですか、はい、確かに、はい、いやでももう本当カップ戦があってあとリーグ戦があって、まあ、天皇杯があるってことで、うん、まあ今3つタイトル取れる、うん、新潟チャンスにいますからね。そうですね、まあ、本当スタッフは大変だと思います。あの分析してだからあ映像を分析する人は寝てないんじゃないかなと思いますけど、はい、あこれすごい気になるのがまさにあの今こう、まあ、ゴールデンウィークといいますか、はいまあ、連休で、はい、J リーグは連戦が続くわけじゃないですか、はいはい、土曜日に試合があって、はい、すぐ水曜日に来るってなると、はい、裏方の人って どんな準備するんですか。裏方、はいまあ、もちろん選手は休養しながら練習って感じですけど、はいはい、時間ない中で今おっしゃったその大変だなみたいな話で、はいはい、あ多分その映像の分析とかなんとかは 2、3 試合先までやってると思うので、はい、あそうなんですね。おおむね大体作ってあって直近の試合を見てちょっと修正するみたいな感じじゃないかなと思うんですけど、まあ寝てないでしょうね。だからね、なんか3日とか2日だったらトレーニングする時間はないから、はい、あ体を動かしてトレーニングする時間はないからミーティングでその狙いとかを共有するっていう立派なトレーニングに当てたりするので、うん、すごく大事なところだと思います。うんうん、はい、なるほど。でまたこれちょっともう残り時間もなくなってきましたけれども、うん、あの高木選手が新潟にこう復帰しましたけれども、はいうん、そこへのまずこう期待感といいますか戻ってくることでどんなサッカーが見られますかね。よりまたクリエイティブになるし前に起点ができやすくなるかなと思います、はい、ただあの僕がスタッフじゃないので、うん、僕が言うことじゃないんですけど申し訳ないなっていう思いがあって、はい、前十字靭帯っていう膝の大きな怪我から復帰して、はい戦力として考えなければいけないのは申し訳ないなと思っています。あだから今も多分60分ぐらいから出てると思うんですよ。これ時間計算、うん、プレータイム計算されてると思うんですけど、うん、できればリハビリのその試合ゲーム感覚になれるっていう意味であのもうゲームのある程度支配した状況点差が勝っているとか、はい、ゲームクローズに向かうとかそういう状況で慣らし運転から始めたいんだろうと高木選手のため思えば、はい、ただ今その実際に点を取りに行かなきゃいけない時とかに投入しなければいけないのは、うん、あの僕当事者じゃないんですけど、はい、ちょっと申し訳ないな本人に申し訳ないなっていう気持ちはちょっとあります、うん、チームとしては、うん、そういう慣らし運転をやる時期ですし、はい、ありがとうございます、はい、多分理想を言えばこういうのが面白いんでしょうと、うんちょっとじゃあ梅山さんが、まあ、目指 す, すけど、はい、あ僕が目指すっていうかこういうすると2人の起点ができて面白いんだろうと思いますけどこういうストロングをこう押し出すとすると、うん、その裏側にさっき言ったようにすぐ裏にリスクがあるとあいう意味ではこういうところにリスクが生まれやすいのでバランスを取っていく必要がある、うん、改めてこの2人がこう並ぶことのメリットって何ですか、うんここで時間ができて相手が予測できない攻撃点ができて相手が予測できない攻撃が生まれるっていうのがメリットかなと思います、はいうん、いやでも見たいですけどねこのスタイルここはでもね好みが分かれるところで、はい、ここに例えばあのなんて言うんでしょうセンターバックみたいな守備がめちゃくちゃ強い人をここに置くっていう方法もあるしあこう守備を行くために、はい、ここって大体クリエイティブな選手が入るイメージが、うん多いと思うんですけど、はい、チームの作り方としていろんな方法があってここにあの例えばですよ大げさに言えばここにセンターバック2人並べたら、はい、もうここで取ってシュートいけちゃったりっていう例えばですけどね、はい、でも私そういうチームがもう あるかもしれないです、ね、海外ではそうですよねよくあります結構、はい、ここにもうすごいなんかもうどう見てもセンターバックでしょみたいな選手がここにいたりただもちろんボールが扱えるっていう前提ですけどじゃあ本当にタイプによるけど、はい、新潟の場合はまあこれを採用しこのスタイルを採用する可能性が高いと、まあ、なんて言うんでしょう主体的に考えれば面白いなと思いますけど、はい、分かんないですそこはバランスです、あのこのリスクとどうバランスを取るかっていう、 うん
もしかしたらまたこの後長いリーグ戦の中でこの形が見られるかもしれないっていうことで、うん、そうですね、だからこういうふうにしてても結局同じことなので、うん、ダブルボランチにして安定したところからこうやってやっていくっていう方法もあるので、この前の試合もそんな感じでしたもんね、はい、ちょっと守備の時は、はい、だからバランスでしょうね、はい、本当、はい、いやそんなここまでサッカー上山さんと語れる日が来ると思ってませんでした、ありがとうございます。こちらこそです。ちょっとじゃあ最後にあの10試合新潟戦い終えて、はい、梅山さんが、はい、今中盤戦にここから今3分の1が経過して差し掛かりますけれども、はい、うん、今のアルビに期待することはどんなことでしょうか。もうこの王道を言ってほしいなと思います。小手先のといいますか目先の結果で勝った負けた、はい、ものすごく大事ですけど、もっと大事なのはこの自分たちの哲学を貫くこと、はい、っていうそこに期待したいなと思います、うん、まあ、堀米選手もこの前 FC 東京戦、まあ、敗れましたけど、はい、このスタイルで必ず這い上がるんだっておっしゃってたので、うん、まあ、我々もそれを信じて、はい、またね去年みたいにこう連勝街道を突き進むアルビを見られる日を楽しみに応援していきます、うん、さあということでもうおよそ1時間の配信も間もなく終了ということで、まあ、アルビは明日ですね19時キックオフで横浜 FC と、うん、対戦します。今ちょっとこう連敗続いてますので、ぜひこの浮上のきっかけをこの横浜 FC 戦で掴んでいただきたいです。いや上山さん、はい、長い間でしたけれどもどうもありがとうございました。どうでした今日やってみて。初めてもう我々もこういう、はい、もう準備から何から含めて初めてでしたけれども、なんて言うんでしょう、地上波っていうんですかね、はい、サッカー中継とかって、うん、できるだけ短い言葉で伝え、短い言葉で分かりやすくって考えるとなかなか難しいんですけど、はい、なんかダラダラ話していいっていう。いやそうですそうです、いやもっと多分もっとダラダラ喋っていいと思うんです、多分もっと僕らのイメージだと、はいはい、ダラダラ話させてもらって、僕は面白かったなと思うのと、うん、その内側がどうなってるかを知ると多分もっと面白くなるのかなと思うので、なんか面白かったなと思います。ありがとうございます。いやこちらこそそうおっしゃっていただいてとても嬉しいです、はい、またぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。コメントの方々の皆さんもどうも書き込んでいただきありがとうございます。ちょっと全部は拾えませんでしたけれども、また次回開催した時に皆さんお集まりいただけると嬉しいです。さあそしてとことんアルビはですね、毎週日曜日の17時25分から放送しております。そして月に一度ですね、毎月第3土曜日にとことんアルビデラックスも、長尺で放送しておりますので、そちらもぜひ地上波でご覧ください。さあここまではとことんアルビデラックス特別編ということで、梅山治さんと J1 アルビを語るという生配信をお送りしていきました。それではまた次回テレビでお会いしましょう。どうも改めてありがとうございましたありがとうございました。皆さんありがとうございました。また次回です。ありがとうございました。ありがとうございました。